はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は練習の時ですね。曲を練習する時に弾きやすいテンポで弾くようにしましょうというお話をさせていただきたいと思います。はい、ウクレレを弾く時に譜面を見ますね。この譜面にテンポ書いてありますよね。四分音符イコール82とか、まあ、四分音符イコールの代わりに BPM と書く場合もあるんですけども、イコール82など120とか数字書いてありますよね。これは曲のテンポを表しまして、四分音符イコール82ということは、1分間で四分音符を82回叩くとっていう風なテンポのことを表します。四分音符イコール60って書いてあったら一拍が1秒ですね。四分音符イコール120って書いてありますと、1秒間に四分音符が2個進むスピードということなんですね。はい。で、譜面のところの上の方にそのスピードが書いてあるんですけども、まあ実際はですね、弾き始めの時はそのテンポで弾くと早いな、このテンポでは弾けないなということがよくあると思います。これは当たり前のことなんですよ。大丈夫なんですよ。それがあってもいいんです。はい。で、じゃあ自分はどのテンポが弾きやすいんだろうと思いませんか。で、DJ のこのウクレレ講座見てると、メトロノームに合わせて弾いてくださいね。じゃあメトロノームに合わせて82の曲で速いなと思ってるけど、どのぐらいにすればいいんだろう。60ぐらいでいいのかな、58、それとも72ぐらいがいいのかな、わかんないですよね。で、皆さんそれぞれ弾きやすいスピードというのがあります。はい、まあ60ぐらいでやっていただくといいですよと BJ が言ってもですね、あ、60でもまだまだ全然早いです、もっと50いくつぐらいまで下げた方がいいです、人によってあるんです、60だと遅すぎてもうちょっと早い方がいいです。じゃあ自分の弾きやすいテンポどうやって探るかというところなんですけども、これはメトロノームアプリを使えば一気にできるんですね。まあ、あの大体のメトロノームアプリについてると思うんですが、全部が全部ついてる機能ではないと思います。 BJ がいつも使ってるプラクティスプラスという、メトロノーム無料で使えるんですけども、これにはテンポを測る機能がついてるんです。この画面の上の方を見ていただきますと、カタカナでタップと書いてあります。これちなみにあの iPhone の、画面なんですけども、これパソコン用とかもあるので若干それでは位置が違うと思うんですが、この上の方にありますタップと書いてあるところをそのテンポに合わせて四分音符で叩くんです。自分が弾きやすいぐらいのこうハミングしながら頭の中で考えながら叩いてください。そうすると下の部分にその叩いたテンポが出ます。で、このタップのタイミングによっては多少でテンポがこの上下するので、あとはずれたりすると、一気にテンポが変わったりするので、しばらく叩いて平均的に出てくるぐらいのテンポがちょうどいいと思います。で、今度はそれを、実際に出してみて弾いてみる。じゃあもうちょっとゆっくりの方がいいなと思ったらそこから、ちょっとマイナスしてみる。速い方がいいなと思ったらちょっとスピードアップしてみる。という風な感じで自分の弾きやすいテンポをまず出して、それと一緒に演奏するんです。はい。で、このテンポは日によって違ったりします。今日は、80でちょうど良かったけど、次の日は78が良かったなとか、多少の前後は日によってありますので、そのメトロノームに出してそれで練習する。で、そのメトロノームのテンポ、自分が一番弾きやすいであろうテンポですね、それで弾けるようになったら、今度はそれからテンポをだんだんと上げて、譜面が指定しているテンポまでたどり着く。で、たどり続いたら今度は追い越す、そのテンポよりも早めに弾くと、これはあの演奏に負荷をかける意味で、80って書いてあったら90、100とかで弾けるようになって、テンポをオリジナルテンポの80まで戻すと余裕を持って弾けるということになるんです。その逆に今度はどん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 落としていってテンポ50ぐらいで弾いてみる、すごくタイミング取るのが難しいと思います。ゆっくり弾いて、それでも確実に弾けるようになって、また80に戻したらこれまた完璧に弾けるようになるんです。こういう風にしてメトロノームを活用して、練習してください。はい、
なかなかこういう話を聞いても、あ、メトロノームと練習するといいんですねって言いながら、実際の練習に入るとめんどくさいからそのまま弾いてしまう。これがまあ大半の方だと思うんですが、そこでめんどくさいですけどメトロノームをちょっと出して練習した方、ぐんと伸びると思います。騙されたと思って、ぜひ楽しみながらやってください。ということで BJ のウクレレ講座は今回以上です。このお話がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも